はい、どうも、コミです。さて、本日もですね、こちらのイベントプランから、動画見ていこうというふうに思うんですけども、本日はですね、スーサイドに関してちょっとお話をしていきたいというふうに思ってます。で、しょっぱな言うのもなんなんですけども、僕これできないんですよ。スーサイドって、結構難しいんですよね。一時期、1年ぐらい前から結構もう集中的に練習した時期あったんですけど、もうそっから先ね、やっぱね、突撃艦スパビズからのなんかドラゴンとかディガホグに頼りすぎてあんまりやってないんですが、やっぱタウンホール14で今やっぱりこれがめちゃ強いですね。っていうところをちょっと、皆さんとこうお話共有しながら、自分自身の、スーサイドへのモチベーションにもね、していこうかなというふうにちょっと思ってます。で、私のチャンネルこんな感じですね、クラン対戦機の動画の解説やっております。タウンホール12から14をメインにやってますんでね。もしこれ動画最後まで見てもらっていいなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではですね、行ってみましょう。まずは、しょっぱな、これかな。やっぱりね、今回のそのアタックの中で自分が一番その、なんだ、度肝を抜かれたっていうかのは、これですね。ジョーカーさんの、このアタック。これはやばかった。何がやばかったかっていうと、ほぼほぼ全部ですね、ヒーローで仕事を終えちゃうんですね。で、まず天才なんですよ。これ、ライトニング8発を使って、ここにいるアーチャークイーンとマルチインフェルノを追ってくるんですね。で、その後は、ここ全部、ここ、全部これ、ヒーローです。これやばすぎですよ。ちょっと見ててくださいね。で、まずこんな感じでエアスイーパーと一緒に、アーチャークイーン巻き込むタイミングで2発撃って、でその後残った5発か、6発かな、を全部巻き込んで、クロスボウはクエイクやってないんで折れないんですけども、インフェルノはしっかり折るって感じですね。で、アーチャークイーン、ここにいるときは邪魔なんですね。こっち側にやっぱいると、処理をしきれないわけですよ。こっち側こういう風にヒーローで処理しようと思ったときに残っちゃうんで、そこを潰しておきます。で、このね、アーチャークイーンとマルチインフェルノとかこの辺の防衛壊してるんで、ロイヤルチャンピオンがここで結構ね、いい仕事をしてくれるんです。なんで、この区画はロイちゃんに任せて、イングと、アーチャークイーンをこの通路からゴリッとね、こうタウンホール側に押し込んでいきます。で、外側に関しては、これゴーレムが出ちゃってますけど、これ本当はゴーレムこの壁の中に入れたかったゴーレムですね。これは予想外なとこ行っちゃったと思います。で、外周に関してはここですね、しっかりとイエティとウィザードを出していくんですが、こうやってカットを、やった上で中央部に、ババキンとクイーンを、ウッドランチャーを、前衛に置きながら壁を壊し、かつ中から出てきたのは、これ多分、ペッカかな、ペッカが出てきたんじゃないかと思うんですけども、ペッカイエティかなんか入れたんじゃないかな。それを出てきて、ここからですね、さらにペッカとイエティがバーベリアンキングと一緒になって、前衛に、なってですね、守りを固め、かつ後ろではアーチャークイーンがそのカイアでピンピンですね、体力満タン、クローク残し、この状態で一気にタウンホールに対して、クローク。これまたすごい。どうです、これ。この時点で、もう 60% 壊れていて、ここだけっすよ、ここだけ。もうバルーンで、もう四方八方から挟み込みよね。もう、ひぎ挟み込みの術みたいな感じで。すごい。こんなになったらさ、もうバルーンって何なの一体って感じじゃない?本当に。主力ヒーローですよね。ほんと。ペッカイエティとかで壊すレベルの破壊力じゃないですか、これって。わかりますね。わかりますよね、これね。ペッカイエティとかでもやっとここのタウンホールに届くかないぐらいの破壊力なのに、これ、ヒーローが普通に、なんだ、ラッシーと、ペットのこのヤクちゃんがいるだけで、こんな感じで伸びちゃうんですね。で、ウッドランチャーで、ね、壁を壊しながら防衛をちゃんとこう施設にダメージを入れておいて、で、そこを後ろからですね、キングとクイーンでどんどん押していくみたいな感じ。まあ、しっかりとターゲットを取りながら、キング、クイーンを、なんだ、つかず離れず、まあ、離れずかの状態のコンビでしっかり詰めていくっていうタッグ組ませるのがやっぱ大事なんですけど、だと思うんですけど、大事なんですけど、言い切れないですね、自分できないから。なんですけど、やっぱここにユニット割いてるのもやっぱ忘れちゃいけないですね。これ、ゴーレムとイエティ。ね。で、あと、ストライカーは違うか。うん、ゴーレムイエティかな。こんだけの枠を割いてるわけですよ。さらに、突撃艦プラス、ライトニングもそういう意味では、やっぱこのね、アーチャークイーンのこの辺を壊すっていう意味で、まあ、ヒーローパートを伸ばすための、仕事になってるって、まあ言ってもいいんじゃないかなと思うんですよね。で、こいつらを使って、ガンガンですね、押していく。で、こうなってくると、ここが壊れているから、で、サイドカットができている。ここもカットしていく。
ここはロイちゃんでカットしていって、あとは中央に一気に、ウッドランチャーからのヒーローを入れていくって感じですね。でちゃんとここゴーレムでタギを取っているっていうところもやっぱり見逃しちゃいけませんね。こういうとこしっかりねするんですよ。で、序盤はこれ、トームをね、このヒーローパートに使っちゃうんですね。で、こうすることによって、相手のロイヤルチャンピオン、効果力ですから、やっぱりキングがダメージ結構負っちゃうんですけども、そこをね、ダメージを負わないようにしてあげるっていうこと。で、さらにウッドランチャーに関してもダメージが入んないようにして、で、壁をどんどんね、こう、ウッドランチャーが壊してくれる時間稼ぐんですね。ゴーレムがちょっと取れちゃいましたけども、中央、防衛で出てきた、アイゴレ3体も、これきっちりババキンで処理ですね。で、やっぱね、レベルが、1個上解放されたバーバリアも結構強いんですね。こいつらが、やっぱりこう、クロスボウなんかだったら結構竹取ってくれちゃうので、ロバウト感があると結構ボーンってやられちゃうんですけどね。ボムタバとか、まあ怖いんですけども、そうでなければしっかりと竹取ってくれる。で、アーチャークイーンもここライドニングで壊してあるからこそ、しっかりとこういう風に行って、こういう風に行って、タウンホールまでケアするという感じですよね。ができてるってところですね。で結構ね、そういう意味では、だいぶ、アーチャークイーンではないな、ヒーローパートにユニットを割いてるのは間違いないと思うんですよ。なんですけど、それにしてもやっぱ伸びがすごいですよね。このヒーローパートだけでもほぼほぼ全部この太鼓の付近まで行っちゃってますから、ここでクローク発動っすよ。遅いよって話よね。ポイスのダメージでアチャクイやられちゃったけど、これクロークここで使わずにもっと早く入って体力温存することもできたかもしれないっていう意味では、まあ、ちょっとこれもっと伸ばせる要素があるってこと、プラスですよ。これね、ユニコーンいないんですよね。ユニコーンいないから、これがいたらもっと伸びちゃうわけですよ。もっともっと伸びちゃうわけですよ。これも、なんか違うゲームじゃないって感じがしますよね。なんかこれからは、もういかにヒーローを守るかゲームみたいな。今までほらヒーローってやっぱ外周を歩いたりして、ペッカとかイエティとかね、あとはまあスパネグとかさ、まあいろいろその主力と言われるユニットを、サポートするのに結構使われたと思うんですよ。それ逆なんですよ、完全にも逆で。もういかにヒーローを守るかみたいな、ヒーローに仕事させるかみたいな。特にアーチャークイーンとかですよね。あとそれにまあユニコーンとかを当てちゃったりなんかして、キングがなかなか落ちない。でもヤクちゃんがもう、アーチャークイーンの前の壁ゴリゴリ開けていくみたいな感じの感じのそういう組み合わせにしていって、いかにヒーローを活躍させるかゲームに、これなってきたんじゃないかなっていう気がしていますね。これ見るとね、すごくね、テンション上がってやらなきゃなっていう気が、まあ、めっちゃしちゃいます。で、まあ、今のジョガさんの、そのやり方っていうのは結構、まあそういう、なんていうのかな、スーサイド慣れしてる人にとっては問題ないと思うんだけど、難しいと思うんですよね。で、慣れしてない人に対してお勧めしたいのが、まずここから入るの結構いいんじゃないかなと思います。突撃艦スパビズからの、スーサイドラバルですね。これ何がいいかっていうと、まあちょっと見てほしいんですけども、で、どんだけ削るかって話なんですよ、この突ウィズパートが。このね、イーグル砲を中心にして、一気にクロスボウとかその周辺にある敵にダメージ与えていって、相手の防衛軍も倒しちゃいながら、相手のロイちゃんを倒しの、さらに相手のアーチャークイーンワンチャンやっつけるぞぐらいの勢いですね。ババキンまで殴っちゃったのか、これすげえな。で、中央部、まあちょっとこれ、クランジョが若干残っちゃってるけども、見てください、この破壊力。20% ぶち壊しみたいな感じですよ。イーグル砲プラスクロスボウプラス、ロイヤルチャンピオン、ババキン、その他のもろもろみたいな感じ。で、こういう風にしてから、キングを盾にして、ロイちゃんとアチャクイをこういう風に後ろから回していくっていう、このパターンですよね。これがね、なんでいいかっていうと、結構ね、タウンホールをね、どうしてもやっぱりディガホグとかやる場合って、突撃で処理したくなるんですけども、スーサイドをする場合には、タウンホールを、ヒーローでこう処理するってことができると思うんですね。で、そこが一個やっぱりその、他の戦術での突撃とは違うところかなと思っていて、やっぱ最近ですね、突撃、その、強化されたと言っていいと思うんですね。インビジブル？インビジブルの呪文が、落としてすぐパッと効果が出るようになったって、そのタイムラグがなくなったっていう点で使いやすくなったんで、これは強化と言っていいと思うんですけど、そのね、効果っていうのも、今より存分発揮できる、かつ、タウンホールやっぱりね、突撃落とされちゃって、一緒に援軍だったり、投石なんかを巻き込まれちゃうと、やっぱ美味しくないわけですよ、守る側からすると。なんで、今回のエースさんの、配置もそうですけども、タウンホールここに置いといたら、投石とかね、自由施設こっち側に置くんですね。このそばには置かないわけですよ。で、そうすると、今度逆に何が起こるかっていうと、こっちに突撃入れちゃったら、うわっさーってこう、重要施設を壊せちゃうんじゃないのって話になるわけですよね。で、それをまさに綺麗にわらびさんがついて取っていったという感じでした。いや、すごいね。本当に。
もうこんな風な攻め、ほんとしたい。マジでしたい。ちょっとほんと練習しようかなって思うから、みんな一緒に練習しましょう。ね、ぜひね、練習しましょうとか言ってた。しましょうってなんだよってね。マジで本当にね、テンション上がっちゃいます、これは。で、2本見ましょう。ですね、最後1本ちょっと失敗リプレイも入れさせてもらいますけども、もう1本はですね、まあ、これはある一種オーソドックスと言ってもいいのかな。これ、ゆうゆうさんが攻めているですね、このアタックなんですけども、タウンホールを壊すパターン、こういう場合っていうのは、まあ、マジで、なんていうのかな、トスビーズが美味しいので、別に、ここは、から先はディガホグズでもいいと思うし、まあ、ディガホグズとこの村しにくいかな。ドラゴンでもいいと思うしって感じですね。で、ドラゴンと、その、ラバルの大きな違いっていうのは、ドラゴンたちっていう、を使った場合っていうのは、ヒーローパート外周回らせるんですね。例えば今回の場合、トスビズで、ここに落としますよね。落としていって、で、タウンホールだったり、クロスボウだったり、相手のアーチャークイーン、この辺全部こう壊していくわけですね、バーッと。壊していったら、例えばドラゴンをこっちから出すとするじゃないですか、こういう風に。例えばですよ。出していこうと思った場合に、ヒーローはこっち側に行くんですね、こういう風に外周。で、こういう風にドラゴンたちを、エスパビズパートで壊したところの一層外側歩かせて、海外層をヒーローっていうパターンにするんですけども、このね、スーサイドする場合、ちょっとまたそれが違って、どちらかというと、そうそう、今、ゆうゆうさん、ここから出しましたよね、ヒーローね。こっから全部削っちゃうんですね、こういう風に。で、残った村の形を直線にするんですよ。直線にして、一気に、バーッとラバルを直線的に押し込んでいくっていう、これがやっぱり今、タウンホール13、14における、多分ですね、スーサイドの基本形になると思います。昔はね、タウンホール10とかだったと、こう、ラバルを回すって言って、こう、L 字を作るみたいな形になっていた、時期っていうのもあったと思うんですけども、今は、どちらかというと、この直線型が主流かなっていう気がしますね。うまいでしょ、みんな直線にするんですよ。ゆうゆうさんもだから今回、綺麗な直線作るんですよね。でも、最後、ラバルはそれだけみたいな感じですね。まあ、ラバ1、4、2プラスの、バルーン13、26か。いますけども、これでも最終こっち側。がっつりこうね、四方八方からもう、バルーン攻めにするわけですね。バルーン攻めに。ガンガンバルーン攻め。でもヒーローたちと完全に分断させてますよね。なんですけども、別に、そこは問題ないということですね。まあ、直線、最低限の仕事もあってもここだと思うんですけども、ヒーローたちがさらにここまで削ってくれちゃったもんだから、もうこの仕事も完全に、出来すぎくんですね。出来すぎくん。君はこちゃん知ってますからね。でもいいですね。はい。こんな感じで圧倒的に前回取っていっちゃうわけですね。これがもう、これがスーサイド、これがタウンホール14だっていうね、感じです。本当にもう興奮しちゃいますね。はい。ただですね、やっぱりうまい方でも失敗しちゃうケースっていうのはどうしてもやっぱりあると思うんですよね。で、それちょっと一個だけ見ていきたいと思います。わらびさんごめんなさい。ちょっと今回ね、失敗したアタックになっちゃうんですけども、見させてもらいたいというふうに思っております。これですね、わらびさん、あ、ちゃうわ。わらびさんこっち。わらびさんがちょっと残念ながら失敗に終わってしまったアタックなんですけども、どこだっけな、わらびさん、あ、いた、はい、ノリオサイのアタックですね。何がっていうと、やっぱりですね、ヒーローパートの伸びっていうのがちょっと足んなかったりすると、期待と全然効果が変わっちゃうってことがあるのを見てほしいなと思ってます。もうね、これ序盤のトスビーズパートで、あ、これも全開確定だろうぐらいの勢いになるわけですよ。これすごくうまいですよね。これしっかりとイーグル砲に、チェーンを当てることによって、イーグル砲までの大根とか全部壊していきの、ニーフェルの壊しの、相手の防衛軍ベビドラ倒しの、で、ここで言ったらロイちゃん、これかな、ロイちゃんも倒しのですよ、こんな感じ。まあ、ラバーつっちゃってちょっとね、まあ、これを処理するのが少し難しそうに見えますけども、でもまあ、ちゃんとこれね、アーチャーでこの3時間見せて処理するっていう、まあ、盤石ですよね。で、スパビーズの仕事的にも、覚悟、あ、ごめんなさい。枠を結構こう広く削っていて、ここにインフェルノも含まれていれば、ロイちゃんも含まれてるし、イーグルホンも含まれてるので、ここから先のやっぱヒーローパートがすごくやりやすいはずなんですよね。で、ロイヤルチャンピオンを使ってラバーハウンド処理、ポイズンの、しっかりかかってるんで、ロイちゃん、パピーをしっかり焼き倒して、で、その後一気に、キング、クイーンと合流していくという感じですね。投石機この真ん中にあるんですけども、これスパビーズで周りをこう削っているから、ロイちゃんが投石機に直線的にアプローチしても横押しされないんですね。こういう形を作れるんで、さっき言ったようにトスビーズから入るっていうのは結構ビギナーの方には、スーサイドやりやすいパターンかなと思います。今回のケースも、タウンホールをしっかりこれですね、ユニコーンをつけた形で、アーチャークイーンで狙っていくわけなんですけども、
キングがちょっと落とされちゃって、アーチャークイーンもちょっとですね、手間取っているところにしっかりフリーズを当てて、おそらくワラビさん、これでもタウンホールはもうアーチャークイーンがやってくれんだろうと思ったと思うんですよね。でもやっぱりタウンホール14が少し硬かったっていうのがちょっとあって、壊しきれなかったがために、これ最後ね、ここが残っちゃって、延々とバルーン焼いちゃうんですよ。っていうところで、予想外にこういう風にタウンホールとか落としきれなかったりとかした場合、バルーンでタウンホール落とすっていうのは結構自分の中ではラバルの上級者しかできないゲートじゃないかという風に勝手に思ってるんですけど、多分そうじゃないかと思う。まっすぐと僕はできないです。難しいんですよ。なんで、今回もうエアスイーパーがこう効いてるから、これにバルーンが吹かれちゃって、残ったフリーズ2枚使っても最後タウンホールまで届かなかったっていう形になってるわけなんですね。なんですが、そういう風なことっていうのも、もともとプランに組んでおけばできると思うんですよ。多分このプランの中ではアーチャークイーンで、タウンホールを落とすっていうプランだったと思うんで、そこが決まらなかったっていう点においてちょっとですね、予定が狂っちゃって、予算が狂っちゃって、最後ですね、タウンホールにみんなバルーンが焼かれちゃったっていう結果になったんだと思います。こういうちょっとワンミスによって星石とかが結構起こりやすい、まあ難しさのある戦術っていうのがまあそのスーサイトなんで、まあそこら辺はちょっとね、使う上では注意しながらやった方がいいと思うし、まあ、特に、ワンチャン攻めしかできない、リーグとか、あとまあ大会系とかですね、そういう場合には、特にタウンホールケアっていうのは慎重にやるべき攻めかなっていうふうに思います。理学とかイエテとかってこう流れの中で処理するんで、比較的星2連チャンが取りやすいんですけどね。今言ったように、この最終終着点をタウンホール周辺に置くようなこういう、プランニングにした場合っていうのは、タウンホール壊す手を、まあ、当然持っておくべきなんですけど、持っておくんですけど、それが、うまく機能しなかった場合にちょっと事故の傷跡がでかくなっちゃう、ね。そういうケースがあるんでご注意っていうところね。はい、というところで本日はスーサイド見てまいりました。いや、すごいっすね。やっぱりこれは改めて、スーラバーに対する僕のモチベーションがふつふつ湧いてきましたね。ブースどころかちょっとグラグラ煮えたぎってきたんじゃないかっていう気もしますけども、まあとはいえね、いろんな戦術やってもね、まあ一個一個がおろそかになっちゃうからなっていうのもありながら、でもちょっと練習するかもしれないまた自分の動画も上げれたらあげたいと思います。というところでですね、この動画参考になったなと思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またタウンホール12から14を幅広く、ね、扱っていきたいと思っておりますので、いろんなタウンホール隊の方、ぜひ今後も動画、ご覧いただけたら嬉しいです。では本日この辺で動画を終わりにしたいというふうに思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。